ナンプラーです。ナンプラーというのかなんですけど、今ナンプラーしか来ないな。敵にゴールドがいるときはゴールドのギアを禁止しましょう。今回は、ゾンビステジャンでした。ゾンビステジャンのときはそんなに突っ込んでは来ないです。突っ込んでキルを取りたいというタイプですね。寿司だな、そうだね。噛みすぎる。クーゲルが、クーゲルいないときついので、クーゲルを待ちますということですね。相手クーゲルエグザミだね。相手の方が編成が強いですね。待つけど、もう一個あるよ。ナイス。そうだな。これはノッコリンテンベルの人も見えますか。いいごね。オッケー。これは絶対入れに行った方がいいです。ドリンクですぐ戻れるんで、ここ引く必要があんまりないですから、ね。引き損みたいな選択です。いいよ。素晴らしい。これはこっち拾おうかな。いいよ。当たってない。いいよ。楽しい。立て直していいな。作りましょうね。強すぎ終始こっちが押してたね。素晴らしいですね。
よ。そんなに。
落ち着いて打球できた時に、ウルトラショットとかのスペシャルを待ってからうおーっていくみたいな、そんな流れが良かったと思います。あとやっぱりね、テオイカは強いですね。無敵なので、確実に前には出れるんですよね。それがやはり強いなと思います。